おい。こんにちは、イバラと申します。初めての方は初めまして。オルゼウス、やっていこうと思います。楽しみ。いや、ちゃんとさ、なんかゲームのトップ画面でオープニング撮ろうと思って進めてったら、映像がパッて流れて、あぁと思って消しちゃいました。ちょっと見ちゃった。うん。いや、というわけでですね、アルセウス、全部やっていきますってわけじゃなくて、まあね、みんないろんな人が、いろんな実況者さんがやってると思うので、もう私の場合はですね、大好きな大好きなガーディー。このガーディーをゲットしたら、やめます。つまりガーディーをゲットするまでやめれません。まあ、ガーディーね、知ってる人多いと思うんで今更って感じなんですけど、まあ、万が一ね、知らなかった時のためにプレゼンをさせていただきます。ガーディー、子犬ポケモン。自分より強くて大きな相手にも恐れずに立ち向かう勇敢で頼もしい性格。忠実な性格で親のトレーナーを守るため必死に相手に吠えかかるというガーディーが私大好きでございます。まあ、覚えてないけど、物心つく頃からガーディーは必ずパーティーにいました。で、ガーディーのグッズとかも持ってるし、ぬいぐるみも集めるぐらい大好きなんですけど、彼をゲットするまで、いや、彼女かもしれない、彼女をゲットするまでやめれません。というわけで日本語選択していきます。いや、ちょっと見ちゃったんだよな。感動がちょっと薄れちゃったな。ちょっと反応がね、なんか薄れちゃってるかもしんないですけど、ああはいはいって感じだな。最初、あ、綺麗、あ、やばって思って消しちゃったんだよな。なんか瞳の中って感じ。ここまで見た。ここは時間も空間も超えた私の宇宙。まあ、女神様って感じかな。で、宇宙があるってすごくない？自分の空間があるってことやろ。めっちゃいいやん。よく来てくれました。まあ確かにソフトを買ったから私が来たことになるのか。なるほどね。あ、私はアルセウス。あなたたち人がそう呼ぶもの。アルセウスって分かった瞬間にキャラを変えていく。お、え、どうした？あなたの顔をよく見せてください。あー、顔ね。ああ、ここで決めるんだ。まあ私ね、やっぱこんな声ですけど性別は女の子なんで、やっぱ可愛い女の子でいきたいっすよね。金髪はちょっとな、私やっぱ日本人だからな、やりすぎてる感はあるかな。まあ髪色変えれるしね、どうせ後で。黒でいこう。なんと呼びましょう。まあそこはね、イバラでお願いしたところですね。私、イバラと申します。よろしくお願いします。イバラ、ラ、オッケー、ナイス。はい。で、イバラ、あなたがこれから降り立つ世界には、ん、人がポケモンと呼ぶ不思議な生き物たちがいます。あー、なんか過去の話っぽかったけどね、その過去からでもポケモンって呼んでるんだね。へー、なんか楽しむために全然前情報入れずに来たからな。イバラ、え、何？ちょっと間を置くのやめて、怖いから。すべてのポケモンに出会うのです。その時また姿を見せましょう。ハードル高。アルセウス先輩に会うのハードル高いな。すべてのポケモンに会わないかんの？9割で負けてくんない？ダメ？むず。すべてはむずいよ。いや、面白いな、アルセウス。楽しみだな。なんかオープンワールド、お、おー、すごい。目パチパチしてる。かわいい。あ、落ちてる。あれ？なんかさ、着物着てたイメージある。あ、スマホ。スマホ待って。スマホがないと死んじゃうよ。イバちゃんの心。あ、でも現代っぽいからさ、やっぱ、なんか、タイムスリップっていうか、落とされてるのかな、その世界に。おー、アルセウス先輩じゃん。こんにちは。優雅だな、アルセウス先輩。あー、金色に光った。何くれたんだろう。いや、スマホ返してもらっていいですか？こんな金の斧の銀の斧のいいんで、スマホ返してもらっていいですか？やっぱそうだね、やっぱ現代からこの昔の世界に落とされるんだろうな。今流行りの転生系ポケモンレジェンズアルセウス。まあ今流行りの転生系みたいな感じかな。
なるほど、面白そう。いや、ガーデンにあったら終わっちゃうけど。Wake up! Wake up! 腹立つな。朝こんな起こされたら私切れるけどな。あ、かわいい。火の嵐、お黒、みじゅまる。生きていますか？おー、おっさん。おっさんとか言って。初対面に。あ、なんかさ、火の嵐なんか炎すごすぎん？なんか火事やぞ、あんな。あ、なんか後ろのなんか、雲が黙々。あれだね、バチバチ言ってるね。空から落ちてきて驚きましたが、よかった。生きていますね。ああ、空から落ちてきたんだ。お親方、空から女の子がってやつだね。誰ですか？ここはどこですか？ああ、まあ、誰ですかだね。それはこちらのセリフです。空から落ちてくるなんて一体どこの誰だというのですか？まあ確かに。シータか私かって感じだな。ああ、やっぱ現代の子って、あっせ。いやー、ちょっとなー、なんか、いや、家でくつろいでたんだろうね、多分。それにしても、なんとも言えない不思議な格好をしていますが、この辺りに知り合いはいるのですか？ああ、さあ、わかりません。ああ、そうだね、多分。まあ、多分いないんだろうな。なるほど、大変ですね。では、行く当てはあるのですか？まあ、ないよね。ありません。ないよ。知り合いもおらず、居場所もない。とてもお困りのようですが、そもそも生きていけるんですか？え、喧嘩売られてる私。まあまあ、なんとか生きていきますよ、そりゃ。ああ、そりゃ生きていきますよ。なんとか。助けてやれよ。大人でしょ？子供が困ってんだよ。わかりました。困ってる人を見捨てるわけにはいかないのです。最初からそう言えよ。かわいい。やっぱなんかドット絵から変わるの嫌だったけどさ、実際 3D モデル見たらかわいいんだよね。かわいい。みじゅまるかわいいな。そうでした。この子たち逃げたポケモンを追いかけてきたら君が落ちてきたのです。すごいパワーワードやな。この子たちはもしかして君の出現を分かっていたのでしょうか？ああ、アルセウス先輩が教えてくれたのかな。そうだ、君、ポケモンはわかりますか？任せろ、最初からやってるぞ。知っています。いや、面白いな。この時点で面白い。よかった、空から落ちてきても普通の人のようですね。あ、そうです、この子たちはポケットモンスター、縮めてポケモンと呼ばれる不思議な生き物です。あ、でもこの世界でもやっぱポケモンって言われてるのが不思議だな、こっちとしては。なるほど。それで君のお名前は？イバラです。イバラ君というのですか。不思議な印象の名前ですが、きっと素敵な意味ですよね。いや別に。特にそんな素敵な意味合いはないぞ、私の名前に。ありがとう。なんかおっと、サーリー、僕はラーベンです。ポケモン博士をしているのです。おお、ポケモンたちのことを詳しく知るためあれこれしている研究家なのです。あー、研究家なんだね。ちょっと変わり者の研究家っぽいけどな、この頭巾からして。今はこの子たちを、おい、どこ行く、どこ行く。懐いてないな、博士に。おお、かわいいポケモンたち、どうして逃げ出したりするのです。懐いてないんだよ、きっと。逃げたポケモンたちを追いかけるのです。え、私も。そこ先輩がやってくれないですかね。はい、あ。走り方がなんか運動慣れしてないな。おお、おお、なんかソードとシールドの時よりもなんか軽快に動けてる気がする。まあ早速やっていこう。いや、すごいな、やっぱオープンワールドって聞いてたからちょっと楽しみなんだよね。まあ最初オープニングだからチュートリアだからそんななんかないだろうけどさ。お、海だ、すごい。あ、だから空から落ちてきても大丈夫だったんだ。なるほど、なんか特別な加護があるのかと思ったけど、海にバシャンと落ちたんだね。まあ肋骨折れると思うけど。結構水圧ってすごいからな。あー、なるほど、こんな感じね。あ、とりあえず追いかけておくか。あ、バツバツじゃねえや、 B 押したらしゃがむんだ。
ダッシュってこれ以上できないんだね。これが彼女のダッシュなんだ。なるほど、了解っす。あ、L、 あ、 L でダッシュか。なるほどね。うん、いや面白いな。まあ、特に光ってるものもないし、隠し要素とかもないよね。あ、なんか光ってる。何何、あ、止まった。あ、携帯だ。何かが光と音を発している。まあ、携帯じゃない、私の携帯。よかった。え、どうやって拾うの。待って、どうやって拾うの。ちょ動きが早いよ。ちょ、動きが、よし、ナイス。あ、え、違う、A じゃん。あ、ちょ待ってこんなさ、こんな序盤でまごまごするやつおる。茨はスマートフォンらしきものを拾った。スマートフォンらしきもの、おそらく自分のスマートフォンだが、形状が変わっている。あ、なんかアロセウスっぽくない。なんか変わったんだろうね。それに不思議な力を感じる。え不思議な力を感じるの。その力を感じる力があるの。すごくない、ミコやん画面にメッセージが表示された。アルセウスフォンと氏名を託す。あ、アルセウスフォンと、アルセウスフォンと氏名を託す。すべてのポケモンと出会え。あむしすって直したなむしやん。ええってなってるよ多分アルセウス先輩。なるほどね、結構カメラ操作が結構あるんだ。やっぱオープンワールドだからね。あ、博士がいる。あそこの山がやっぱ気になるの。あ、止まった。悲しそうな顔してる。はあ、全然見当たらないのです。大丈夫。ああ、空から落ちてきた人、助けに来てくれたのですね。まあそりゃ行かざるを得ないよね。ポケモンを捕まえるためにいくつもボールを投げましたが、全然ダメなのです。あ、今回あんまり戦わないってなんか聞いたな。ちょっと、そうです、まずはあの子たち逃げたポケモンについて説明をいたしますね。うん、モクロウです。かわいいね、モクロウ。かわいい。モクロウは光合成という草の特徴を持ち、鋭い羽を飛ばして戦うようです。うん、かっこいいんだよな、モクロウ進化したら。かわいい。で、あ、これ御三家選ぶイベントか。あちらにいるのが火の嵐ですね。かわいい。炎は怒ったり驚くと勢いが増すのですめっちゃ怒っとうやんじゃん今めっちゃ怒っとうやん。怖っ、笑ってんのにおお、怖い怒ってる、笑顔で怒ってる。藤俊介みたいだな。なるほど。あ、みじまるかわいいね。私水ポケモン大好きなんですよね。池のそばにいるのはみじまると言います。かわいい。みじまるは水上で浮かんで寝たり、お腹の貝のようなもので戦ったりします貝のようなものってまだ分かってないんだねピチャチャ。かわいい。あっと、大事なこと忘れてました。ポケモンの捕まえ方ですよね。私が捕まえることになってんのいつの間にか。はい、モンスターボールです。これを投げてポケモンを捕まえるのです。おー、なんか木星って感じだね。モンスターボールは50個めっちゃくれるやん。50個手に入れた。めっちゃくれるやん。あー、不思議なボール。材料を集めてクラフトで作る。クラフトで作るのえ、買えないの。あ、そっか、ポケモンセンターみたいのないんかな。おっと、ソーリー、これでは説明不足ですね。いいですか、ポケモンは不思議な生き物と言いました。うん、では何が不思議なのでしょうか。まあ、なんだろう、天変地異を引き起こす的な。それはどのポケモンも小さくなる習性を持ってるんです。あ、そういうこと。ポケモンってあれ、ボールが小さくしてるんじゃなくて、ポケモンそれぞれが小さくなる習性を持ってるの。あ、そうなんだ。そしてモンスターボールです。最近開発されたばかりのボールをポケモンに投げると、なんとポケモンは小さくなってモンスターボールに収まります。おお、つまり捕獲できるというわけです。なるほどね。でもその捕獲された後、このモンスターボールの中毎回気になるんだよね他に頼る人はいません。逃げた3匹の捕獲をお願いするのです。いや、お前も頑張れよ何回か失敗したぐらいで諦めんなよ捕獲するにはポケモンをよく狙ってボールを投げる。とてもシンプルです。
ムカつくな、失敗したやつからなんか神戸を垂れて押しおこうのムカつくな。僕には狙ったところに投げる才能はありませんからね。まあそんな悲しい顔してたら何も言えないわ、頑張るね、OK。 ポケモンはボールを投げて捕まえます。 ZR ボタンを押しっぱなしで狙いを定め、そのまま歩いたり R スティックで向きを変えてポケモンをしっかり狙いましょう。押しっぱなしの ZR ボタンから指を離すと構えていたボールを投げます。ボールがポケモンに当たれば捕獲できます。投げずにやめたいときは B ボタンです。何言ってんのか全然わかんないえ ZR? ああなるほど、こういうこと。おお、これでやめると、おお、これえどうすんの、どうやったら投げれんのどうやったら投げれんの。 A ボタン、え、な、え、なに、あ、え、あ、書いてあるや。離して投げる、押し続けて構える、離して投げる、こうか。あ、え、嘘でしょこれをあー、なるほどね、エイムが問われますな。あー、私エイム能力ないんだよな。いけ、ナイス。どうだどうだどうどう、おお、花火上がった。あー、すごいな。あー、素晴らしいです、ポケモン使いまがめましたね。君これ捕まえられなかったか、自分で。茨城くん、ポケモン捕まえる才能はここで生きていくのに有用です。そうなんだ。逃げたポケモンはあと2匹です。それにしても君は珍しいことにポケモンを恐れてないようですね。ああ、この世界の人はポケモンを恐れてるってのが聞いたわ。ポケモンは恐ろしい存在ですみたいなこと言ってたもんな、 CM で。どこにいるって、あと、え、いなくね、博士。なんかそれぐらいアシストしてくれてもいいんじゃない。え、どこにいんの。え、こんなブリブリ、あ、いた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 。うわ、怒ってる怒ってる。もうそんな怒んないで、入って入って、ドアン痛くないのかな、これぶつけられて。イエーイ、茨城くんすごいです。めっちゃ褒めてくれるやん。世の中にはポケモン捕まえるどころか近づくことすら恐れる人もいるのに。あと一匹ですね。さあ探しましょう、捕まえましょう。ああ、どこ行った、マクロ、マクロ、やーい、なんか木の下にいたよね。ごめんね、グリグリして。見てる人いたらごめんね、グリグリして。いないな。どこにいんだい、奥の方かい。ちょっと動かすね、よいしょ。あ、いたいた、お、近いな。怒んないで、入った、イエーイなんか反撃したりとかしないのかな。あ、あ、え、何。あ、そうです、モンスターボールで 100% 捕獲できるわけではないのです悲しそうな顔してるもう一度ボールを投げてください。まあまあまあいいよ、もう一回ぐらいだったら。 いくよ、ちょっと遠いな、これぐらい、OK、ナイス重くそ投げるな、なんか投げ方痛そうなんだけど。どう、イエーイ吸収されるの怖。どう、どんなもんだい。ありがとうございます、いや助かりましたよ。いいですか、君に捕まえてもらった3匹のポケモンは調査のために村に運ばれてきたばかりで、誰の言うことも聞かないのですよそれはそれでよく連れてきたな、村にまで。なるほどね。さっきも言ったように君の落下を分かっていたかのように村を飛び出してしまうし。なるほどね。それにしても茨城くん、君のボールさばきには驚きです。わ、いいね、褒められて述べるよ。私はうまくポケモンなぜそんなにうまくポケモン捕まえられるんですか。まあ天才だからかな君の出現には何かしらの意味があるように思えるのです。なるほどね。ああ、え、何、見せていいのそれ。全てのポケモンと出会え。アルセウスフォン。アルセウスってフォンがついてたっけ。アルセウスフォンって正式名称だっけよく覚えてないな。不思議な代物。あ、アルセウスフォンがこの電話って意味なのか。アルセウス、アルセウスだよね。そうだよね。不思議な代物ですね。まるで君を導くかのようです。なるほど。いきなりですが、いいですか。何、僕の夢はこの地方初めてのポケモン図鑑を完成させることです。なるほど、ポケモン図鑑がこの地方にはないんだね、翡翠地方には。わかりますか、ポケモン図鑑
なんかちょいちょい見下してくるな、アラベン博士。知ってるよ、ポケモン図鑑ぐらい。あらゆるポケモンを記録していく、とても先進的で素晴らしい研究です。まあここだとね、先進的な感じなんだろうね。ただポケモンを記録するにはポケモンを捕まえる必要があります。まあそうだろうね、いろいろ調べなきゃいけないから。ですがモンスターボールは開発されたばかりで、うまくポケモンを捕獲できる人は少ないのです。ああ、そうなんだ。まあ怖がってるって言ってたし、そういう仕事に就く人も少ないのかな。そこに登場したのが君、ポケモンを捕獲する才能の持ち主です。全てのポケモンと出会う君と、あらゆるポケモンを捕まえてほしい僕。そう、お互い協力し合えるのです。ああ、いや、どうだろうな、こっち別に捕まえたくはないけどな。ウィンウィンではない気がする。まあ衣食住を提供してくれるのはまあウィンウィンか。どうでしょうか、助け合うというのは。ああ、なんか嫌な大人だな。子供が困ってんのにさ、こっちもなんかこれの提案出すからこれ受け入れろみたいな、嫌な大人だな。わかりました、いいよ、もう私一緒 OK しなきゃいけないしな。正体不明の君ですが、ポケモン図鑑完成という目的のため、僕は君を歓迎します。歓迎してないのよ、その言い方は。なんならちょっと疑ってんのよ、なんか。ちょっとラベン博士なんかの鼻につくな。とりあえずポケモンたちを村に連れて帰りましょう。君の衣食住の手配もせねばなりませんし。頼むぜ、それは。協力すんだから。それでは案内いたします、僕たちのことぶき村に。おお、こういう感じね、なるほど。歩き方ちょっと面白いな、博士。ん、どうした、なになに。あー、これね、これ気になるよね。なんだろう、ここから落ちてきたとか。いやでも遠いな、違うか。なんだろう、あれは、あれは見えてないのかな、イバちゃん以外には。あー、面白い。あ、着いたね、ことぶき村。なんかちゃんと門番みたいないるんだ。門番さん、いつもお疲れ様です。こちらは僕とポケモンの恩人ですので、村に招き入れますよ。ああ、よそ者を結構警戒してる節があるのかな。なるほど、もみあげがかっこいいな、門番さん。無言でうんうん、まあ可愛い女の子だしいいだろうみたいな。いやー、なんかせめて服をなんかちゃんとしてあげたいな。いや、ショーパンって、生足にショーパンって、絶対草負けして痒くなるよ。おお、すごいな。なんかもうちょっと和風な感じ想像してたけど、結構近代的ではあるんだね。おお、すごい。こちらですよ、僕についてきてください。やだな、なんか。ことぶき村は銀河団みんなのおかげでここまで発展したのです。なるほど。今歩いてるのは御用通りです。おお、見ない顔ね、見ない顔ねってめっちゃ言われる。村ができて2年ばかり。あ、え、なんで、ごめん。ポケモンを調査しないと村の外も辛いですし、出づらいですし。ああ、あ、お前喧嘩取ろう、お前。おい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 。追い出される、追い出される。博士の知り合いだよ。え、な、あ、ごめんなさい、ついてきてって。はい、すいません、知らない人と話したらダメだ。おおっと、忘れていました、逃げたポケモンたちについて報告をしないといけないのでした。なるほど。君は食堂で待っていてくれますか。食堂どこよ。あそこね、橋を渡ってすぐ左の建物が食堂芋づる亭です。美味しそう。めっちゃ笑顔でうんうん。あ、電話鳴った。アルセウスフォンが反応している。不思議な力で目的地が分かるようになった。不思議な力だって何。なんでその不思議な力が分かる力を持ってんの、イバちゃん。あ、ボタンでアルセウスフォン使えば地図を見ることができます。地図には目的地へのガイド、任務なども はいはいはい、オッケーっす。よく分からんけどオッケーっす。いやー、面白いなー。というわけで一旦ここで終わりたいと思います。ここまでご視聴いただいた方ありがとうございました。イバラでした。ここまで見てくれてありがとうございました。投稿は2日投稿したら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。ゲーム実況の他に歌ってみたや声劇、朗読、何でもやっていこうと思います。もしどこかで見かけたら、その時はどうかよろしくお願いします。